Sí. 知ってる？ここではもうすぐ過信探査が開かれるんだよ。過信探査には面白いものがいっぱいで、花の騎士ファーリスもキャンディーを配ってくれるの。Niño, como la cabalgata de los reyes. Caramelo, ya quiero ir. はあ、過信探査の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。過信様の舞はマハールッカ・デヴァータ様のためのものなのに、なんで私たちはクラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。マハールッカ・デヴァータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。ここ数年は家臣探査の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。今年の過信探査が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない過信探術のお祭り料理もあるからな。それに家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。常連員のやつらが気に食わないって言うなら気に食わないままでいればいい。これがなくちゃ祭りになるもんか。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の過信探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。強霊院はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だ。Oh, Dios, es adorable. Te quiero tocar las orejitas. Quiero tocarte las orejitas. Niro, その服素敵ね。初めて会った時と雰囲気が違うわ。過信探査のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほら、ここ、うん、ニーローが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ。いいな。もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、うん、冠はこんな感じにしてみたんだ。うなおに？ドニアザードはとても綺麗だから、これをつけるとまるで家臣様みたいだね。おい見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか？Esto me lo sé.Esto me lo sé, esto me lo sé, esto me lo sé, este es para ya me lo sé. Esto me lo sé. Soy Eva.
キャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。 Porque es un robot, aquí se confirma. Lo que dije... Bueno, la teoría del robot lleva mucho tiempo, ¿no? No me la voy a llevar. Pero lo que dije yo cuando salió el trailer de los Fatuis, ¿vale? Fue que Marionette era la originaria, la creadora. Y aquí es Kusanagi poseyendo a este robot. Tal cual. Kusanagi está poseyendo al robot para dar paseos. Por eso en el trailer... Buah, un segundo. Voy a decir qué trailer, un segundo. En ese trailer se ve. Dame un segundo, tengo muchos vídeos. Pero fue en el trailer animado corto. Este. ¿Vale? En este corto, animado todo guapo, todo anime, ¿no? Se ve esa parte que digo. Es por... Aquí, ¿vale? El festival, Nilo bailando, ¿no? Y si os fijáis... Cuando el prota ve... Se ve... Una Catherine. ¿Catherine? ¿Veis el zapato? Es Catherine. Catherine y la Loli. Ese es el después que tenía. Hola, Tabirito-san y Paimon. Konnichiwa. ¡Oh! ¡Este es el Catherine! ¡La música es diferente! ¡Oira, te quiero! ¡Catherine, a donde tú quieras! ¡Más va! ¡Hasta si no me metas! ¡Te ayuda a tomar de casa! ¡Tashkani! ¡Counter ni Tatsunoni! ¡Fukuzatsuna Kino a Hitsuyo Arimasengo! いつも同じセリフを言って同じことをしているというのはまるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか。あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ。確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。Que me dejes en paz, Oni ちゃん。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、キャサリン。お前はなんでここに来たんだ。好きというより最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。目当てプラノコネコネ。そうだ。今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。なんだかこの町の人たちとのつながりを深められた気がするぜ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは。先に失礼いたします。お、今日のキャサリン確かにいつもと違うみたいだな、ね、旅人パイモン。ワパ、キロティレニャ。お嬢様はあんたらが送信に合う方法を探してるのを知ってるだろ。実はお嬢様があんたらを手伝いたいのかな。私はあんたらを導いてやれるかもしれん。本当か？やったぜ。でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くからついてきてくれ。Pues falta por ver al Anubis. お嬢様は少し疲れて。Y al Papuchón. ニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから、後でレグザー長の前で会おう。レグザー町でリシアを待とうぜ。Vale.